はじめまして。そう、好きと ああ、プロデュース48。猫やん。こうだっけ？ダンスはわかんないけど。いろいろあるかと思いますが、そういうことです。どういうこと？ありがとう。頑張るね。どういうこと？猫やん。猫やん。男性？女性なんですけど男性に見える大人子供待ってちょっと待って、握手会行きたいんだけど、いてもりなちゃん来て、おいでおいで、来てほしいいや待って、あみ男性、嘘、女性です。男に見える、多分女性だよ、多分じゃない、絶対女子面白い、イケメンだもんって、本当はイケメン女子としてるみたいに見える、マロタビー、そう、イケメンって言われたからね、一回言われたことあるから やっぱそういうコメントって嬉しいな、嬉しい、まあ嬉しいし楽しい面白い元気出る、俺男と握手したん違う女そう、イケメンって2種類ぐらいあるよね、イケてるメンズかイケてるメンバーかみたいな、しし、お弁、昔のお弁当ありがとう、あータコありがとう、壁ドンされたい重大発表があります、ないです面白いなうん、ルフィに見えてきた、肉体に合いそう、断層させようとしてるでしょみんな、おめでとう、花束ありがとう、俳優をひげ生やして生えません、アイスありがとう、ナイミンの優しい性格、嘘、優しいって嬉しいな、うん、あゆめん、ありがとうタコ、ヒゲ入ってこないよ、なんかさツインテール久々にしたけど、いつかしよっかな、公演の時にライブとかなんかいいかもしれないな、ツインテール、おいらかまちゃん、イエーイね、
ツインテールしよっかなって思ったり、このぐらいのね高さでチャレンジしてみようかな。ハーフツインよくするけど、このツインテールとかってみようかな。お魚さばける？さばけない。他にさばける子いるよ、メンバーで。生ツインテール生ツインテール、じゃあ公園とかでしてみるね。そうそう、さっきさばけるよ。でもなんかさばけるとかっこいいよね。あゆみもさばけるようにさっきに教えてもらおうかな。レンジてんチンできる？できるよ。どんだけバカにしてる、あゆみを。赤ちゃんだと思ってるでしょ。さばきさばきだね、確かに。魚怖くない？なんか怖いかったりするところが好き。魚魚赤ちゃん。なんかさっきが昔ちょっと前に釣り配信してて、あ、こっちの釣るね。こういう釣るじゃなくてこっちの釣り配信をしてて楽しかったみたいな。でも船揺れるからさ、ショールームの画面が揺れちゃって大変じゃないって聞いたら、船も揺れるけど自分も揺れるからちょうどいいって言ってて、めっちゃ面白かった。おむつしてるの？してないし。ギョギョギョ酔いそう。自分も入れるから、そう、プラマイゼロちょうどいいらしい。めっちゃいけるよね。面白い。シチューテン強かった。お。あのスチューデンツなんかさ、メンバーを切り取ってなんかこうなんかなんだっけ、いっぱいメンバーをファファファってしてるのかわいいよね。握手サボるの？サボんない。そう、オープニングか、あれオープニングだよね。かわいすね、ありがとう。そう、オープニングだ。そう、オープニングのやつ、あゆみ船に乗ってたよね。あれかわいい。なんかね、島にみんなこうゆったり座ってたり、なんか海のとこに浮き輪で浮いてたり、面白い。ああいうの好き。そう、船に乗せて、うん？カホタル。タイタニックごっこがいいね。あ、今赤ちゃんなんだ、かわいそうね、赤ちゃん。15歳。そう、ナナさんは船長で、かわいい。ああいうの作るの大変そうだよね。初見さん、はじめまして。15歳。15歳。ゆうすけ、タコありがとう。岸におしゃぶり
あげたのあいみんって聞いたけど嘘。え、もらってない。もらってない、もらってないよ。おきちゃんが言ってたの？鍋パしよう。いいね、鍋パ。鍋パ。船に酔いそう。え、酔うよ、めっちゃ。多分やばいんだよね。だから船ができて酔ったらもうやばい、あいみやばいんだよ。ヤマピーフォローしてくれてありがとう。タッコありがとう。花束ありがとう。なんか酔い止め飲んだら逆に酔うんだよね。まあバンジー飛べる、飛んだことない、バンジーはない、まだ。背中スリスリしないよね。キラ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 。クマありがとう。よしさん、タクありがとう。いつかするのにバンジーしたくない、したくない、バンジーしたくない。していいことある？バンジーしていいことある？タコありがとう、ありがたこ。バンジーしてもね、バンジーして酔いが治りますとか、なんか乗り物酔い治りますとかだったらするよ。まあでも、じゃあ、あゆみがね、公演、もう戦場劇場で公演するときに急にいなくなったら、はけたら刺して。ああゆまんちょっと限界来ちゃったかって変わらんよ、キューティーハニー。何何そう刺して、あゆまんちょっと今ダメなんだなっていうの想像したくない。そうだよね、そうだよね。キラキラタイムやめて。シャドウしてほしい？アイシャドウしてるよ。そう、うんね、キラキラか虹色か。キラ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 ってね。ありがとう、タコ。雪だるまありがとう。ああいうシャドウ。ナチュラルメイクにした。え、ナチュラル？今日メイクナチュラル？それで、痩せた、嬉しいかな。なんかちょっと中間って言われて、ナチュラルとはみんな言ってくれずに中間って言われたので、ちょっとナチュラルって言ってほしかった。中間って言われた、微妙。あー、太ったわね。女の子に言うと本当に太るらしいよ。気をつけて。なしゃるなよ、ありがとう。無理やり無理やり
と強引強制だけどありがとうありがとう。お顔がシュッてしてきた、やつれてる背伸びた。あ、なんかメンバーに久しぶりに最近会ったら身長伸びたねとか言われる。シュッとはしてないな。でも顔笑うとね余計肉肉しいのが目立つ。今日メールで朝ほっぺの写真送ったけど、そうほっぺが肉肉しい。朝ごはんって言ってほっぺの写真送ったけど、今はもう夜ごはん。めっちゃてんてんてんっていうのやめて、むなしい。なんか意味がむなしくなる。そういうね、ほっぺ食べるみたいなこと言ったら、そんな食べる食べるって言ってほしい。てんてんてんって言われちゃったやばい。てんてんてん、ちょっと待って、まゆみが悲しい。もう一個ちょうだい。ありがとうタコ、ありがとう。フォローしました、ありがとう。フォローよろしく。別にほっぺそんな伸びん。ほっぺドラム。肌がないね俺は一生細い名前が。確かに痛い痛い、痛い そうペチ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 。パオン、バラありがとう。まつげすごいね。うん、全然全然。髪伸びたかもね確実に伸びてるけど、髪伸びたよ。雪だるまありがとう。ハートもありがとう。ハートいっぱいありがとう。ん？あやまん陽キャなの？うん、陰キャ陰キャ。陰キャが陽キャじゃない。なんかね、こういうショールームとか前にあんまり人がいなければ、まあ、いっぱいいるんだけど、アバターがねいるんだけど、なんかこういうところでは、まあ、全然。まあ、ライブとかよりはまあしゃべれてるかな。よりはね、全然しゃべれてないんだけど、今も全然おしゃべりできてないんだけども、そうライブとかはしゃべれなくなる、もっとしゃべれなくなるから。そう、俺らアバター、そう君らアバターなんだろうね、ショールームはさ人間がいないからかな。だってみんなあゆみより小さくて
ぴょんぴょん飛んでてそう、なんだろうね、やっぱりやっぱ実際に人を見たりすると、いやでも握手会は喋れるんだよね、握手会の1対1とかは喋れるけど喋れるけど、ライブってなるとやっぱたくさんの方、まあみんながみんなさあいみを見てるってわけじゃないよ、なのに緊張しちゃうんだよね。ステージ上に照らされるライトがダメなのかな、あれがなければ緊張しないのかな、なんでだろうね。大勢いたらそう緊張しちゃう。まあでもね、緊張は大事だよ、緊張、程よい緊張は大事。そう、握手会はね大丈夫だから、なんか握手会の時になんか瀬戸めぐの時になんかライブ見てたら全然喋んない子だと思ってたけど、握手って握手は喋るんだね、なんかいっぱい喋るからびっくりしたって言われたびっくりされちゃった。なんかだからそのライブの時と握手の時が違いすぎてびっくりしちゃったって言われたそう、握手喋れる、タコありがとう。MC 苦手そうだね、なんかそうメンバーも結構いて、その中にタイミングよく入っていくのが難しい。初めて来ました、初めましてそうだから握手会とかではどうしたらいいかなとか言ってるさっきのライブ全然、説明の時も MC テンパっちゃったよどうしようってずっとファンの方にずっと言ってて、大丈夫大丈夫って言いに行ってくれて優しかった。うん、